久保さん、今回ね、マイクは何を使ってるんですかマイクは何を使ってるんですかっていう。今、ピンマイク使ってるんですけど。ピンマイクね。久保さん。久保さん。はい。まあ、これなんでこのテーマにしたかっていうと、まあ、マイク何使ってますかとか、あのー、なんだ。あのー、まあ、形から入ろうとする人ですね。うん。で、別に形から入るのも悪くないんですけど、 まあ、あの、つ、続けてる人が少ないですね。形から入って。まあ、もちろん全員じゃないですよ。全員じゃないですけど、マイク、マイク何使ってるんですかとかね。機材何使ってるんですかっていう。カメラ何使ってるんですかって言って、質問してくる、した、し,してきた人には、ほとんどやってないですね。うん。だから、まあ、この億万長者合宿でね、久保さんの名言で手持ちのカードっていうのがあって、まあ、すごくいいなと思うんですけど、あの、僕も、 このピンマイクを買い出したのが多分ね何千本とか撮ってからなんですよ。で最初は、まあ、この前久保さんに送りましたけどあの動画はもうスマホ1台でねこうやって <laughs> あのあの 3K あのもう手で持ってねこうやってね、まあ、あの撮ってたんですけど、まあ、あれで僕あそこスタートなんですよ。うん。であれで何千本も撮ってその後ピンマイク うん、でそ,その当時なんか YouTube 見てても、そんなにそのマイクとか、今、今はめちゃめちゃいますよ。YouTuber の方が、このマイクええねんとかね、この一眼レフカメラええねんとかありますけど、当時その動画なかったですよね、久保さん。多分ね、6、7年前なかったですよ。もうそもそも一眼レフで動画を撮るっていう文化もあんまなかったんで、そもそもとしてね。一眼レフイコール写真の、写真じゃないですか。カメラマンが使うみたいな。で、今はもう YouTuber とかが一眼レフの、 あれを使い始めて、それがなんか、まあ、会社もね、動画を撮れるようにっていう、こう、工夫して、ソニーのね、久保さんもあれ買ったはず、ソニーのあれ買いましたけど、あれ完全その市場ニーズには、ソニーが合わせてきて売ってるやつなんで、V ロガーみたいなね、V ロガー専用みたいな感じで売ってますよね。もともとカメラって写真だったわけですよね。時代の流れに応じて、その会社さんがね、写真じゃなくて動画の方がいいよって、 動画の綺麗に撮れるっていうのを作り始めただけで、昔はね、本当になかったですから。YouTuber の人も、そのカメラなんかね、あの、そんなそ紹介してる人えいましたけど、今ほどは全然いてないです、うん。だってもうそもそもなんか動画イコールビデオカメラじゃない、8ミ、mm、リビデオカメラ、ホームビデオカメラじゃないですか。<laughs> ね、<laughs> そもそも動画みたいな。うん、だヒカキンさんも一番最初は多分ホームビデオカメラですね。 カもホームビデオカメラですねそ<う>だからまあ何が伝えたいのかっていうとまずやりきってからでいいんじゃないかなっていうなんかそのステージごとですよ例えばなんかまだうん例えばでしょまだ野球やってないまだ野球誰何もやってないでも野球何もやってないんだけど一郎と同じバットを買ったとするじゃないですか。 じゃあ一郎と同じじバットっていくらすんだろうなじゃあ50万ぐらいするとするじゃないですかもう100万ぐらいするのか分かんないですけどじゃあ50万のバットをね手に入れたとして打てますかって話で <laughs> 打てないですよね何もやってないんだから何もやってないんだからだからある程度そのそのステージに応じてじゃないですかうんだからどんだけねいいグローブをねなんかその職人が作ったグローブみたいなね10万みたいなね そんなに今からね。今から、その、何も経験ない人がそれ使ったとしても、じゃあそれを使ったことによってね、取れ、上手くなるのかというか、ボール取れるのかっていうと、そういうのじゃないと思うんですよね。まあ何、もし何かしら違いがあるとするならば、モチベーションの部分だと思います。モチベーションの部分。要は、あ、こんな高いものを買ったから、よし。 やろうみたいなモチベーションの部分だけどもそれっていうのは本質的に言う,の言うと外的な本質外的なモチベーションなんですよこれを手にしたからのモチベーションなんで続かないんですよだって外的なモチベーションなんでだからだだコアで大事なのは内から出るモチベーションなんですよねでこの内から出るモチベーションがベースとしてあった上で外的なモチベーションっていうのを入れていくといいんですようん だけどこのううちから出るモチベーションが全くないのに外的なモチベーションだけでやろうとする人これは続かないですねこれ絶対続かないですうんだからそれ買い続けないといけないし買ってもすぐ開けるんですよ分かります買ってもすぐ開ける <laughs> そうだから結局大事なことのセンター肢は何かっていうとやっぱうちからまあ手持ちのカードを使って今自分が使えるカードを使ってでえー なんだもううちからもうモ,チベモチベーション上げていくというかまあ久保さんと僕はモチベーション上げるっていう概念はあんまないと思うんですけど、うん、ただやるだけですからうんそうだからまあ別にあのなんだ、えー、悪くないですよ僕も買ってますから僕もねあの新しくまた買いましたからレンズそうこんな偉そうに言ってますけど一眼レフのレンズ買ったんですよただこのレンズも あの、買おうかなと思ってから多分ね、半年か1年ぐらい経ってると思います。だ販売してから1年ぐらい経ったかな。だからその、まあ YouTuber の方がね、そのレンズを紹介してたんですよ。で、知ってて、いやでも必要あるかな、ないかな、うーん、ずっと悩んでて、別に今のままでも全然いけるし、動画撮れてるしって思ったんですけど、たまたまこの前ですね、超ペイペイ祭りっていうのがあってて、かなり安く買えたんで、まあええかな、みたいな。 ずっと 1, 1年ぐらいその知ってたけどか買わなかったんでたまたま超の超ペイ,ペイマズ祭りっていう機会があって買ったんですけど別に買わなくてもよかったんですけどねででただなんで買ったかというとそれを買うことによって違う、うん、未来があるわけじゃないですか、まあ、映像ですよねレン一眼レフでレンズ変えると映像が全く違くなるんでじゃそのそれをちょっと体験してみたいなっていうところですね まあ僕は別に動画撮るので、まあそれ別に買ってもずっと使うだろうし、うん。まあネタにもしますけどね。まあ一個ね、僕ね、久保さん、あの、2000回か今、2000、2000回回ってて、まあ結構ちょっと稼いでくれてる動画があるんですよ、ちょっと。それがその一眼レフのレビュー動画なんですけど、あ、これ、あとちょっとロングで回ってるんで、これちょっと何本か撮ろうかなっていうところもあって、<laughs> レンズをね。 でしかもそのレンズもユーチューバーが勧めてるレンズなんで紙レンズみたいに言ってるやつなんですよなんであのロングでもありそうだなっていう <laughs> だからもう買ったその先も考えて買ったっていうのもあるんですけどねその動画のネタになるしうんまあいろいろ申し上げましたけどあのマイク何ですかとかねあのカメラ何使ってるんですかとかねそう なんかね、そうそう、これ余談なんですけど、これ余談なんですけど、久保さんとこの前、その対談セッションした時に、まあ僕、アプリ使ってるんですよ、動画。あの、スマホで撮るときは、動画でアプリ使ってるんですよ。で、なんでアプリ使ってるかっていうと、アプリ使うと、あの、この音声の波長を出せるんですよ。この使ってるフィ、フィリミックプロってやつなんですけど。で、純正のカメラだと、この、音出てこないじゃないですか。だから撮れてるのか撮れてないのかね、ちょっとわかんない部分あるんですよ。 高いんですよね。1 0 0 6 0 0円とか700円するんですよ、アプリ。で、僕、久保さんこれ使ってるんですよって言ったら、久保さんが言ったことは何だと思います <laughs> あ、吉田さんこれ高いっすねみたいな。吉田さん高いっすねみたいな。いや、1600円、700円だったら久保さんお金ないわけじゃないじゃないですか。しかも動画が仕事なわけじゃないですか、もはや。で、1600円、1七0 0円、あ、ないわけないんですよね、久保さんが。でも高いなって言うんですよ。 でなんで高いなっていうのかっていうと、いや別にこれなくても俺できるしって話なんですわかります別にフリミックフリミックプロのアプリを別に入れなくても、あ、これ高いな、別に今のやつでいいやみたいな話でね。久保さんが今使ってるの結局、あの、かなり6年前ぐらいのデジカメですか結局。もうそれで十分じゃないですか。てかそっちの方が久保らしいっていうね。もはや。もはや古いカメラの方が昭和久保哲郎をえあの演出できるっていうね。 まあそんな感じで、まあ大事なのはね、やっぱセンターピンっていうのは、まあ発信すること以外何もないので、うん。まあみんなできると思うんですよ。だってデバイスあるし、まああと回線環境も本当に今整ってるんで、うん。だからね、本当回線ちょっとね、昔に比べて本当太くなったなと思います。うん。だから最近は、その iPhone とパソコンをつなげてデザリングデザリングでやってるんですけど、普通にまあ軽い動画だったら、 本当二3分とかの動画だったら普通に上げられるんでこれ本当にまあ今 5G に切り替わってますけど 5G6G になったらもう完全僕の時代ですねもう完全なる僕ももう本当にスマホのその 5G の電波だけでもうバカバカアップロードできるんで <laughs> まあだから光回線いらないですよもう多分 5G の電波だけであれば多分なんだパソコンも 5G パソコンは 5G とかじゃないし Wi-Fi6 かわかんないですけど、その、それでいけます。それで、その電波さえあれば僕もいけますね。時代追いついてきたな、みたいな。もう本当に、パスあの、なんだ、スマホの電波、5G っていう電波だけで、いくらでも全国どこでいても動画がアップロードできるっていう時代に突入するんで、久保さん、勝ちますね、これね。時代追いついてきましたね。はい、ということで終わりたいと思います。いってらっしゃい。